真の統一戦争は、旗が戦国、七尾の六国を滅ぼし、中華を統一する戦争。紀元前236年の超攻略の開始から、紀元前221年の最攻略まで15年間続いた。東州の建国から約500年続いた、諸侯が対立する時代が終わり、中央集権国家の新朝の誕生となった。紀元前238年、 旗王政は、上昇、両府や長信公、などの集団を排除して、申請を開始した。旗王政のもとには、利子や移領等の人の協力のもとで、諸公を滅ぼして、帝となり、天下を統一するという策略を立てた。具体的な祖世として、縁や生と老落し、義とスワイトをやか重視、藩と長を滅ぼす。遠公均衡である。 旗王政による申請が始まった年、管外工事の技術指導に招聘されていた間の帝国が実は国の財政を疲弊させる工作を図っていたことが判明した。これに危機感を持った大臣たちが他国の人間を政府から追放しようという畜脚令が提案された。反対を表明したものが立志だった。 両夫意の触覚から頭角を表した祖出身の人物で、李氏は畜脚令が発布されれば、地位を失う位置にあった。しかし的確な論を持っていた。真の発展は外国人が支え、牧公は恐れぬ大部であった百里、慶や宗の足内宿らを登用し、皇校は英の皇族だった昭王から、慶文王は義出身の長儀から、明女王は、 義の藩書からそれぞれ助力を得て国を栄えさせたと述べた。李氏は昭和流説の巡視に学び人間は環境に左右されるという思想を持っていた。旗王政は彼の主張を認めて畜脚令を廃案とし李氏に深い信頼を寄せた。昭和以来、旗は法を重視する政策を用いていた。旗王政もこの考えを引き継いでいたため同じ思想を説いた。 半彦に簡単した。著者の菅彦は菅の講子であったため、ことがあれば死者になると見越した、旗王政は菅に攻撃を仕掛けた。果たして、旗王政14年に死者の命を受けた、菅彦は越見した。菅彦はすでに孤国を見限っており、自らを派遣に必要と売り込んだ。しかし、これに危機を感じた李氏と妖火の暴略にかかり、死に追いやられた。 旗王政が関心した、藩比の思想とは、藩比子、古墳説一の術を知る者は、見通しが危機名殺であるため、他人の暴略を見通せる。法を守る者は、毅然として強直であるため、他人の悪事を正せるという部分と、後ごと,と、説十分末の、名君の国では、書ではなく法が教えである。死は、専王ではなく管理である。イサムは死党ではなく、戦にある。 民の行動は、法と結果に基づき、有事では勇敢である。これを王子というの部分であり、また国に救う詩とは、呪、京、まかない、将、甲の五匹であるという箇所にも共感を得た。紀元前236年、旗は、中華の統一に本腰を入れ始めた。蝶の将軍の砲弾が縁に進行し、国内が手薄になっている隙を狙い、蝶へ進行した。 総大将は、王戦、副将は、菅、末将は、忠正はである。まず、行の周辺の九条を落とした。そして、全軍を一軍として、圧よとびを落とした。十八日後、王戦は、兵狼の問題上、軍の十分の二の精鋭部隊を引き、行や安陽を落とした。紀元前二百三十四年、菅は、平陽に直行した。は、古を将として、 平陽を救援に向かわせ、新軍と戦った。新軍は十万の長兵を、平陽の場外で斬首し、蝶の将である古蝶を打ち取った。翌紀元前233年、菅は、再び出兵しよやす、平陽、武将の三条を取り、再び蝶軍を破りその将を打ち取った。この二戦で、蝶は十万以上の兵を失った。紀元前233年、菅は、 新軍を率いて、東の上東に新軍し、対抗山を越えて、朝の新部に侵入し、朝軍を破り、赤霊とト、よろしやすを占領した。リマキ率いる朝軍と新軍はやす付近で退治した。激しい戦いの末に、新軍は大敗した。菅の率いる新軍の内少数は、行位から脱し、新国へ退却した。また、戦国策によると、菅は内地にしたとある。 朝は旗に占領されていた土地を取り戻した。その功により、李牧は、竹安君に封じられた。紀元前232年、旗王政は兵を退去し、朝に侵攻した。軍は、行場に到着し、その後大元に到着した。新軍は狼もうとばん我を占領したが、李牧がは新軍を撃破した。さらに李牧は旗から、藩、義の国境まで領土を奪還した。 紀元前230年、内文みが10万の軍を率いて、黄河を南下した。漢の国都新帝を落とし、漢王康は降伏し、藩は滅亡した。漢の丘陵は、旗の衛戦軍となった。李牧。秦真の信仰を撃退したのは、その子をつばめと、李牧の二人のみ。紀元前229年、斎藤の連合も情報が漏れ、干ばつや地震災害につけ込まれ、 旗に侵攻された。王戦によって買収された痛み女王お気に入りの、重臣、各界の断言により、新軍を撃退し続けた、李牧が殺された。また、柴直も更迭された。勇木王は、長期、ガン厚武を率いて迎え撃ったが、破れ長期は戦死した。紀元前228年、国都寒旦が落ちた。長友、木王と、 元厚武むが捕虜となり蝶は滅亡した。逃げ延びた蝶の大ブラは大の地で、長友牧王の兄の長君子コ美を擁立し大国とした。生まれた簡単に入った旗王政は母の大王の実家と揉めていた者たちを生き埋めにして、神へ戻った。背景ツバメは弱小な国であった。大舌はかつて人質として蝶の簡単で過ごし、 同じ境遇の生と親しかった。生が、神王になると、丹は、旗の人質となり十二年間、関陽に住んだ。この頃、彼に対する旗の扱いは礼に欠けたものになっていた。つばめ丹子という書によると、帰国の希望を述べた二に,に、旗王星は、カラスの頭が白くなり、馬に角が生えたら、返そうと言った。ありえないことに、二が短足すると、 白い頭のカラスと角が生えた馬が現れた。やむなく、旗王星は、帰国を許したという。タンは旗に対し深い恨みを抱くようになった。両国の間にあった蝶が滅ぶと、旗は、幾度となく、ツバメを攻め、ツバメは、武力では、立ち打ちできなかった。タンは非常の手段である暗殺計画を練り、ケイカという資格に、白羽の矢を立てた。ケイカケイカは、 英の人であった。読書と剣術を好んで修行、日々酒を組み交わし、若くして、諸国を放浪して、遊説術を学んでいた。経過は、諸国の旅から英に帰国した後に官僚を志して、守るの君主である元君に越見し、旅で学んだ遊説術に基づいた。国家議論を大いに述べたが、元君は全く聞き入れなかった。こうして経過は挫折しそれ、 以来、有興に目を投じた。ある時に、剣術論のことで、里市外城というものと言い争って、喧嘩になりかけたが、里市外城が経過を睨むと経過はすぐに退散した。また簡単を訪れた時、六白の規定をめぐって、六光線というものと喧嘩になりかけたが、六光線が凄んで経過に対して、大声を出すと経過はすぐに退散した。こうして経過は臆病者と笑われたが、 ケイカはいたずらに些細なことで命を落とす危険を犯すことはしなかった。その後、ツバメに入り、一人の犬殺人と、郝善理という地区をよく奏でる者と親しく付き合った。縁の死に行っては酒を飲み酔いしれ、郝善理の地区の伴奏で、市中で歌い楽しみ、やがては泣き始めるというありさまは、あたかも周りに誰も存在しないかのようであった。酒飲みと付き合う状況でもケイカは、 読書を好み、各地の賢人や豪傑、執徳者たちと、愛結び、やがて当時の実力者の伝光に品格として群された。資格生に対して資格を送ることを考えたには伝光に相談し、伝光は経過を推挙した。丹が帰る時に、このことはご内密にと言ったことで、伝光は経過に話を告げた後で、大使に疑念を持たせたのは、私の不得のなすところだと。 自ら首をはねた。資格の依頼を受けた経過は、用心部改正に越見するための策を考えた。その策とは、一つが、縁でも最も肥沃な土地である特攻を差し出すこと。もう一つが、元は、旗の将軍で、聖が提案した軍の少数精鋭化に対しいめたために、聖の怒りに触れ一族を処刑され、燕へ逃亡してきていた、反置の首を差し出すこと。 これをすれば、生も喜んで経過に会うだろうと2に,に提案するが、んは、領地活情はともかく、自分たちを頼って逃げてきた人間を殺すことは、できないと断った。彼の苦悩を思いっぱかった経過は、直接、反動きに会い、褒美のかかっているあなたの首を手土産に、私が、新王にうまく近づき殺すことができたならば、きっと無念も恥も注ぐことができるでしょうと頼んだところ、 半置きは復讐のために、これを承知して自粉し、己の首を経過に与えた。丹は暗殺に使うための鋭い愛口を天下に求め、ついに古代中国の越国にいた伝説的な闘争、女夫人の愛口を百均を出して手に入れた。この秘腫に毒で焼きを入れさせ死刑囚で試し切りを行ったところ、切られて死なぬ者はいなかった。旅立ち期限年、丹は、 資格の相棒として、旗舞踊というものを経過につけようとした。旗舞踊は十三歳で人を殺し、創始として有名であったが、経過は、旗舞踊のことを頼りにならぬ若造だと見抜き、遠くに住む旧友を同行者に加えようと待機していた。しかし単が、経過の出発をたびたびせかし、おじけづいたのではないかと疑い始めたため、経過は仕方なく旗舞踊を連れて出発することに決めた。 やがて出発の日が訪れる。パンをはじめ、事情を知る、見送りの者はすべて、模服とされる、白装束をまとい、液水のほとりまで、ケイカたちに突き従った。彼らはすべて、涙を流し、ケイカの親友の高前理は地区を奏でて見送った。この時に、ケイカが生還を起さない覚悟を読んだという宿は、四季の中で最も有名な場面の一つされる。これを聞いた人たちは、 誰もが感情の高ぶりのあまりに凄まじい競争となった。そして、経過は車に乗って去り、ついに後ろを振り向くことはなかった。暗殺未遂逃げる、新王星と襲いかかる経過中央上に伏せる者は、旗舞踊、下は、半浮きの首。たけし誇ら赤室。旗王星二十年、経過は、旗舞踊を共に連れ、 特攻の地図と旗の裏ギリシャの藩王妃の首を携えて、旗王星への越見に臨んだ。旗舞踊は手にした地図の箱を差し出そうとしたが、恐れをののき神王になかなか近づけなかった。経過は、友は、天使の意向を前に目を向けられないのですと言いつつ、進み出て、地図と首が入る二つの箱を持ち進み出た。受け取った、旗王星が、巻物の地図を紐解くと、 中に隠していた相口が最後に現れ、ケイはそれをひったくり、旗王星へ襲いかかった。旗王星は身をかわし逃げまどったが、御神用の長剣を抜くのに手間取った。宮殿の官僚たちは、武器所持を、この衛兵は許可なく天井に登ることを、旗の法によって厳しく禁じられ、大声を出すほかなかった。しかし、の夏が投げた薬袋がに当たり、 剣を背負うよう叫ぶ進化のことに、旗王政はやっと剣を手にし、経過を切り伏せた。二人の偽りの死者は処刑された。旗王政は激怒し、燕への総攻撃を仕掛けた。紀元前226年、国土あざみを落とした。経過の血縁をすべて殺害しても怒りは静まらず、ついには町の住民全員も虐殺された。その後の戦いも新軍は圧倒し、 両党に逃れた円王府は二の支給を届けて和睦を願った。しかしその功はもつかの間のものに過ぎなかった。紀元前225年、王仙のこの王本が六十万の兵を率いて義を攻めた。義王奥は国と大量に籠城し、水攻めを受けた。義王奥は降伏し、義は滅亡した。紀元前225年、旗王政は諏訪を征服したいと思い、 大祖戦にどれだけの部隊が必要かを諮問した。李信は20万で十分だと語った。一方で王戦は60万が必要だと語った。聖は王戦が猛獄したものと捉え、李信の案を採用して進行を命じた。李信は総兵数20万を2つの部隊に分け、李信は平良ごしで、猛天は新旧で祖軍に対象した。 さらに、李信と盲天は、その首都英周辺を攻め、再び蘇軍を破る。しかし、情報で、李信と盲天が合流したところを、3日3番、追跡してきた、公園が指揮を取る蘇軍に奇襲され、2箇所の累壁を破られ、7人の武将を失う、大敗を喫した。紀元前224年、旗の武将王戦がまたもや60万の大軍を、率いて、蘇に進行。 王仙は、剣手、不出の戦術を悟って採用し、孔ツバメの防備に、隙ができるように仕向けた後、孔ツバメの軍を奇襲して、祖軍を大破、総王普通は、不慮となり、孔ツバメは、歪水んで、普通の異母兄弟であるその孔子昌平君を、総王として擁立して反抗した。紀元前二百二十三年、王仙と、毛武氏は祖軍を追撃、昌平君、孔、 ツバメともども戦死し、ついにスワエは滅亡し、急校軍となった。紀元前222年、旗は大いに兵を腰しして、王戦と、毛武氏はついにスワエの江南を平定する。また、東古の王を下して、海警軍を置いた。翌年、旗は政を滅亡させ、天下を統一する。紀元前222年に、王本が両党に、 ツバメと大を滅ぼすため信仰した。大王よしと縁王期は捕虜となり大とツバメは滅んだ。この時点で蝶の滅亡とすることもある。前265年、女王が死に、このただては即位した。母の君納校がタスク制した。前249年、君納校がこの世を去り、君納校の続帝の高価値が失勢した。高価値は旗から賄賂を受け取り、 旗の都合のいいように主張した。ただては、高価値の主張を聞き入れ五国の滅亡を傍観し、軍事を強化しなかった。五国が滅亡すると、ただては旗が侵攻することを恐れ、将軍や軍隊は、西部の辺境に集結した。百221年、旗王政は、西の攻略を王本に命じた。新軍は、西軍の主力が集結した西部を避け、 元燕の南部から南下し、林氏へ侵攻した。西軍は、新軍からの、突然の北面からの侵攻に、不意を疲れが返した。ただては降伏し、西は滅亡した。ただては、義の丘陵の五百里の遊へをもむいたが、食料を断たれ、餓死した。西の地に、西軍と牢屋軍を置いた。旗は中華を統一し、統一王朝の新朝となった。 思考停止の王政は初めて皇帝と名乗った。統一後は重心の利子らと共に主要経済活動や政治改革を実行した。従来の配下の一族等に領地を与えて領主が世襲して統治する法権制から中央政権が任命、派遣する官僚が治める軍権制への全国的な転換を行い、国家単位での貨幣や軽量単位の統一、道路整備、 交通規則の制定などを行った。万里の長城の建設や、等身大の平馬用で知られる、旗始め工程領の建設などの構成に残ることになった大事業もいった。法による統治を敷き、批判する自社や書物の弾圧を行った、噴書工事も知られる。紀元前214年に始皇帝は、大軍の一部とともに北の国境線を固め、 南の部族の領域を征服するために南方に軍の大半を送った。中国に対する旗の支配に優先する事象に先立ち、南西の支線の多くを獲得していた。旗はジャングルでの戦いに慣れておらず、南方部族のゲリラ戦で10万人を超える損失を出して敗北した。しかしこの敗北で旗は南方への運河の建設に成功し、 南方への第二次攻撃で軍を送り補強するのに、大いに用いられた。こうしたものの建造で、旗は、甲州周辺の運河地帯を征服し、復讐や競輪という地域を獲得した。ハノイに至る南方まで攻撃した。南方でのこの勝利の後、始皇帝は10万を超える捕虜を移動させ、新たに征服した地域の植民地化のために移住させた。 帝国の境界線の拡張期間に始皇帝は南方で非常に成功した。しかしこの時期の帝国が北方に拡大する一方で旗は長期間その土地に踏みとどまれたことは滅多になかった。旗がまとめてここと呼んだ。この地域の部族は旗の大半の時代は中国の支配を受けなかった。真の農民との取引が禁止され中国東北地方のオルドス地方に住む強度は 旗が報復するよう促しながら代わりに進行することが珍しくなかった。盲天将軍率いる軍事作戦後、この地域は紀元前215年に征服され農業が始められたが農民は不満を抱き後に暴動を起こした。次の男は人が溢れたことでオルドス地方に拡大もしたがその過程で資源を激減させた。応援ラキモアは二つの王朝が オルドス地方を征服しようとしたことについて、征服と拡大は実体のないものであった。いかなる形であれ、反応の起こる成功はなかったと述べた。確かにこのことは、多角的に見て、王朝の国境については事実であり、現代の新疆ウイグル自治区、チベット、満州、内モンゴル自治区、南東部の地域は、旗にとっては外国であり、軍事的に支配した地域でさえ、 文化的には別個のものであった。ありがとうございます。